センスがいい。そしてマナコトくんのボーカル、彼ちょっと俳優デビューもしてほしいんだよね。青のライティング横からして衣装めっちゃかっこよくない？トータくん、ここまでおしゃれなの？どうしよう、うわちるい。Hey, welcome back to my channel. ということで皆様、お帰りなさい、コニーです。初めての方、こんにちは、コニーです。都内で映像エディター、デザイナーをしている24歳です。ということで、今回は、スノーマイナーサービッチ、スーパーアイシー、プロデュース、チャキズルさんのミュージックビデオ。ここに、リファーストのマナト君とソータ君が、出演しているので、今回ちょっと、演出とか、美術とか、衣装とか、ちょっとこのコンセプトとかすごく素晴らしそうな感じで、もうサムネからはマジでおしゃれで、個人的にすごく素敵な好きなテイストなので、早速見ていこうと思いますので、最後までついていてください。初めての方はぜひいいね、こういうコンテンツ好きな方はいいねボタンとチャンネル登録も先にお願いいたします。エンディング入りしている感じなんですね。すでにもう素晴らしくないですか。ここでもう47万回再生ですかね。もうすぐハーフミリオンいく感じです。ちょっと早速見ていきたいと、もう入りからね、この感じを見てください。このフィルムっぽい感じで、クロップしてる感じ、もう最初からおしゃん。チャキジュル。いや、待って、おしゃれすぎる、入りから。すっごい音ハメしてるよね。ビートに合わせてカット変えてきてる感じ。いやー、ちょっと歌詞も見たいわね。東京ジャパンの地球儀から入る感じね。で、このちょっとサチュレーションが割と薄くてコントラストのある、ちょっとコダックみたいな感じのカラーグレーディング、すごく好き。で、ノイズも入ってるからすごいさ、おしゃれよね、今時よね。トゥントゥトゥン、トゥトゥン。え、ちょっと待って、うわ、ちるい。いや、ちるい入りから。ちょっと待って、まずいまずい、これはまずい。めっちゃ好きなテイストだわ。あかん。いや、そうたくんがコーヒーカップ持ってる。そして衣装めっちゃかっこよくない？今回ちょっと、何デニム系。いやー、待って、後ろの二人もかっこいいし、やばいよこれ。おじゃれすぎる。ちょっと待った、スローモーション挟んでくる感じ超好き。踊ってるよ、かっこよくない衣装、マナトくんの。見てこれ、この継ぎはぎ合わせた感じのデニムのパンツに上のすごいロングなジャケットよ。で、中の T シャツもすごいさ、多分ヴィンテージ系な感じのテイストよね、今回は。いや、外のさ、ショットも入れてきてる感じね。いやー、こういうショットもおしゃれよね。ポテチがすごいアメリカン。いやー、トゥントゥントゥンのショットの変え方ね。いや、ソータくんがさ、この自然な感じで乗ってる感じやばい、好き。いやー、ここの3人笑ってる感じとか良くないですか？こことかちょっとすごいよ、キルショットだよ。あー、こことか。マナトくん？やばいね。どうする？キラーボール、え、いやー、バラトくんパート来ちゃった。しかもバテンしてるし、どうしよう、うん、いやー、なんか歌詞とか曲調おしゃれすぎん？スーパーアイシー。I'm gonna break it down. やばいね、マナトくん。いや、やっぱ彼歌うまいよ。なんか声質もさ、この曲のさ、コンセプトに合わせて変えてきてるよね。ちょっとなんかさ、わかる？ Gonna break it down. ドゥドゥドゥ。
うわー、待って待って、ちょっと情報量多すぎる今回、どうしよう。山名くんの美女がちょっとすごすぎる問題についてどうしよう。この緑色のハイライトがこんなに似合う男の子は本当に日本で5人ぐらいじゃない、数えられて。いやー、やっぱりね、すごいおしゃれ感をこの演出してるのはやっぱりカラーグレーディングで、映像にこういったコダック風のヴィンテージ感のあるフィルターっていうんですかね、まあインスタに言うよくあるフィルターみたいな感じなんですけど、ラットっていうんですけども入れてる、かつノイズをあえて入れてる。今 4K でこれ絶対撮ってるんですけど、あえてそこの上からノイズを乗せてヴィンテージ感を出しつつの、でこの全体16対9のね動画のサイズなんですけど、そこにあえてフィルム風のこのクロップシネマスコープみたいのを入れて、角がこう丸くなってるんですね。それがすごくフィルムっぽくておしゃれ。そして衣装も3人結構統一してヴィンテージデニムバイブスので、結構オレンジ黄色とか中の T シャツで差し色入れてきたりとかしてて、それがちょっともっとえぐい。ここどこ？サンフランシスコみたいなんだけど、超おしゃれすぎん？いやー、色の入れ方が上手なのよね。ソータくんさ、こういう感じもできちゃうのね。結構えぐえぐなさ、バキバキのラップとさ、こういうちょっとチルい感じ、もう現代の Z 世代系の好まれるチルいラップもできるわけよね。 On the billboard of yay転調した、え、なに、テンポ速くなって、で、このマナト君の高音が来る感じね。いやー、ウクレレ、ソータウクレレ弾いてて、ここの3人ちょっとわちゃわちゃ楽しんでる感じで、マナトくんがね歌ってるっていう、もうかっこいい、おしゃれすぎんか、こういう感じね。青のライティング横から入れてね、後ろからオレンジ入っててね、すごいシネマティックでね。で、後ろで、あの、私は見逃しません、このおそらくコロナ、あのコロナ、あのアルコールのね瓶のやつ置いてある感じ、そしてキラーボール、もうどうしちゃう、どうしちゃうよマナトくん。いやー、で、上からちょっとオレンジっぽいのが入ってるからさ、ここ顔すごい綺麗に見えたけど、横からのこのライティングですごいマナトくんのさ綺麗な顔、すごいもうなんだろう、美しいんだけど、そこにまた大人っぽさが加わった、もう最高なライティングとロケーションよね。で、このコンクリート感もすごく好き。このコンクリートに青とか赤のこのライティングってすごく映えるのよ。すごい。Don't ask me why I'm a savage. Savage って結構なんか、スラングっぽい感じですけど、野蛮なっていう元は単語なんですけど、まぁ、ちょっとなんか、最近だともうなんかスワグみたいな感じのイメージで使っていい感じの単語。だからなんか、おしゃれ、単語が。変わらないボーイズマジ最高っつってのかな。こことかもさ、新宿渋谷かな、外なんだけどさ、青のライティングとか入れててさ、すごい一貫してやってるよね。こういうの素晴らしいと思う。で、すごいカメラワークも回転とかしててダイナミックだし、すごく素敵よ。うふん、 I love it。 いやー、ソータくん来たよ、ダンスもう全力じゃないんだけど、この表情ね、ソータくんのお得意の、ちょっときつそうな顔をして、エグエグのダンスをするっていう。でも今回曲調が緩いから、チルいから、それに合わせてちょっと緩く踊ってる感じね。で、この3人さ、みんなダンスも上手いからさ、どうしちゃおう、もう。ちょっとさ、この業界の他のアーティストたちちょっと困ってると思うよ。ここまでの才能、あのもう、何、新進気鋭の才能、若者たちが出てきちゃってて。もうどうしようみたいな感じだと思うよ、この業界の方たちは。で、ソータくんなんてさ、最近すごいスカイハイのダンクとかさ、いろんな幅広く出てくるじゃない。で、彼のダンスはもう世界レベルっていうのが、もう本当に大会出場してて何回も優勝してるから太鼓回されてるし、彼が出るだけでもう本当にクオリティも爆上がりだし、他の2人もね、もちろん
マナト君とかも本当にすごいから、長いからね、練習生時代。いやー、このさ、野外ショット外撮影がこの東大な感じね。でもさ、日本なんだよ確実に。でもこれをあえてカリフォルニア、サンフランシスコ系テイストに持ってくるあたりがすごくさすがだと思うよ、制作サイドの方。多分ね、こういう白い壁のすごいクリーンな感じに、こう植物とかちょっとアメリカ西海岸っぽい感じのテイストを入れてる。そしてこれ日光がすごいいい感じにマナとか今入ってるじゃないですか。それもすごい海外っぽい感じの、西海岸を想像させるような屋内からの屋外で、ちょっとあまり差異がないように、違いがないように繋げてるから一貫して見えるんだよね。そこがすごく素敵よ。いやー、これさ、これをもさ、考えてちゃんとやってたのかな。その場でちょっとこういう感じみたいな、事前に打ち合わせしてこうなったのかな。それにしてはよくできすぎてるよね、こことかさ。何この二人のシンクロ感。いやー、スローの感じとトランプ入れてくる感じ、おしゃれすぎん。ちなみにこの、ちょっと何回も言うんですけど、このフィルムっぽいクロップしてる、周り丸、角丸くなってるこのフィルムのシネマスコープは、ちなみにジャスティン・ビーバーとThe Kid LAROI っていう、Stay っていう曲あるじゃないですか。すごく爆発的ヒットした去年の MV でもこの技法を使っていました。だからすごい海外テイストよね。すごい好き。いやー、海辺のソータくんはちょっと月9よね。やばいでしょ、ね。彼ちょっと俳優デビューもしてほしいんだよね。個人的に。もう幅広くいってほしい。いや、虎で遊んでるんだけどさ、おしゃれよね。で、ここにバテンする感じね、ソータくんから。マナト君とソータ君多分仲いいよね。ブンブンバックのさ、ビハインドシーンでもちょっと気づいたけどさ、どうなんですかね、二人。多分すごいね、ブラザーズって感じだよ。トップスピード。ああ、このさ、声の出し方もさ、すごい上手よね、テイストに合わせて。いやー、こことかすごいおしゃれすぎん。後ろから太陽入っててさ、で、ソータくんウクレレ持って踊ってるこのチルい感じ。で、何この歌いながらちょっとなんかね、曲に合わせてる、踊ってる感じ。いやー、ここもいいよね。これ、これ。うわ、うわ、うわ。このさ、途中から速くなってくるんだけど、そこに合わせて外に切り替わるのね。やばいわ。どうしちゃおう。トゥン、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 トゥン。いやー、かっこいいわ。何回見てもこの3人。なんだろう。もう、Z 世代をちょっと引っ張っていってほしい3人よね。いやー、このカメラワークも良くない？寄って引いてっていう感じ。して下行ってもう、ガンガン持ってってるよね。好き。あーはははは、いい。めっちゃいい。ソータくん、ちょっとここら辺のダンス超好き。いやー。ここ渋谷かな、新宿かな。いや、いいね、ここ。Ask me why I'm a savage. いやー、なんかさ、別に制作費高くないしさ、場所もさ、まあ、計 3.5 箇所ぐらいだけどさ、ここまでなんか、楽しい MV、おしゃれで楽しい MV、そしてこの充実感のある感じは、やっぱりこのスローとカメラワーク、ぐんぐん動かすカメラワークと、
ダンスショット、あと野外のあの灯台の前とかね、そこをバチバチ切り替えてるあたりがすごく好きよ。でビートに合わせて書いてるからもうすごく素敵。いやー素敵。いやーちょっとさ、しかもポテチとの袋と T シャツのカラー合わせてきてるのわかる？この黄色と青とオレンジの配色にこの小道具、ポテチとか瓶とかカップにちょっとカラーのあれが似てるじゃないですか。そういうところよね、細かいところを突き詰めてるからこそ見えるこのおしゃれ感。マナト君のさこのカラーもさ合わせてるよね、ちゃんと全体的にさ、もうなんかごちゃごちゃしないようにうまくカラーコーディネーションしてる感じ、すごく素敵すごく素敵。なんかこういうヴィンテージ風のカラーグレーディングで黄色とか、これちょっとサイドの低いジーンズっぽい青とかすごい映えるのよね。でこの植物のこの右上の緑とかもすごく映えるから、本当に全体的な仕上がりがヴィンテージおしゃれ。うふふふ、終わり方えぐくない？いやーエンドロールね、海外おしゃれ MV だいたい黄色のあのカラーで入れてくるんですね。でフォントもこういう感じ、いやいいよね。一世さん、シネマトグラファーエディタードリレクター、あ一人でやってんの、えぐ。フルトスピンセカンドカンバスの再生回、いやー少人数でやってるよ、すごいよこれ。いやープロデューサーチャキズルル、スーパーアイシーでしょ。いやーこれだけの全然少人数だよ。普通の MV と比べたらもう多分10分の1ぐらいの人数でやってるんだけど、ここまでおしゃれなのどうしようどうしよう。そしてマナクト君のボーカル、ちょっとえぐいね。オートチューン入ってるんだけど、それでもわかる歌のうまさ、どうする？でソータくんがさ、なんかやっぱりゴリゴリ踊ってくるイメージあるんだけど、こういうちょっとチルい、ゆるい感じに彼のもうえげつないダンススキルをちょいちょい見せてくる感じがちょっとあれよね、胸キュン、なんて言うんだろうね、ちょっとやられたなって感じだし、いいんだよね。全 80% のパワーで踊ってくる感じがめちゃくちゃおしゃれ。そう、もうスーパーアイシーさんも素晴らしいよね。なんかもうなんかこういうコラボレーションがもっと増えていくべきだし、そうね、ビファースト最近そのダンクとかスカイハイさんのダンクとかパイセンのね、スカイハイパイセンのダンクとかに出てるけど、もうどんどんいろんなアーティストとコラボして、なんかそれがその化学反応を起こして、もうビファーストメンバーのもうポテンシャルをどんどん引き上げて、なんか新しいものがどんどん生まれてくる。これだってもう本当に奇跡的な、もう化学反応が起きた結果のこれでしょ。もう本当にこういうのをどんどんやっていくべきだし、もちろんジャパニーズアーティストもそうだけど、海外アーティストとかのコラボとかもあると、もうなんか彼らのポテンシャルがすごく引き立って、なんか今まで見えなかった表情とか声の出し方とかダンスとか、どん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 個人個人のスキルも上がるし、また違うものが見れるようになってくるから、もっとやってほしいなとか思う。なんか最近だと韓国のその IVE っていうあのグループがアメリカのあのレイニーっていう LANY っていう、ポップオルタナティブかなっていうジャンルのバンドなんですよ。コラボしてて、彼らをずっとすごく好きだったアメリカのバンドなんですけど、またそのこういうちょっとチルい感じのね曲を出すバンドなんですけど、それとコラボしてたりとかして、またそれで新しいなんかテイストとかスタイルが生まれてたのを見て、やっぱりこの海外アーティスト、他のアーティストとのコラボで生まれるニューコンセプト、ニューテイストっていうのはなんか見応えあるし楽しいよね、見てて。そして MV がおしゃれだった。うん、なんかこういう若いクリエイターさんとかエディター、ディレクターさんとかがもう何すごい少人数チームで作るものって、もちろん制作費低いから CG とかは多分ほとんどないっていうことが多いけど、まあなんか仕上がりとしてもあれよね、もう我々は Z 世代にもうドストレートな、もうめちゃくちゃツボな感じのテイストと、このチルい感じとカメラワークと
でスタイリストさんもね多分我々のこの彼らのビファーストぐらいの年代の方々だからもうなんか全部がすごくハマるんですよこの世代に。もうそういう部分がね本当になんかセンスがいい、もうセンスがいい一言です。もうそれ以上はもうおしゃれ、センスがいい、もうチルイ、この3単語で今回終わりたいと思いますので、ということでこういうコンテンツ好きな方はぜひいいねボタンとチャンネル登録の方もお願いいたします。ということで Thank you guys for watching and stay safe and healthy and have a great weekend。 週末ぜひあのいろんなことをして BE:FIRST の曲これもぜひ見ていただいて楽しんでいただければと思います。ということでご視聴ありがとうございました。 Thank you! Bye bye! 今日のライティングこちらあの使用いたしましたので、はい、ありがとうございます。